十折り切り紙を使って作る桔梗の花です。折り鶴サイズの色紙がぴったりですが、ない場合は普通の色紙を4つに切ってください。まず白い方を外側にして三角に折ります。もう一度三角に折ります。中心に印をつけておきましょう。今度は色紙の先をその印に合わせて折って、もう一度開きます。ここにも印をつけましょう。そこに折り紙の端を持っていきます。この線のところで折ると十折りがきれいにできます。この部分ですね、中心に爪を当てて折った角のところを狙って折り筋をつけます。反対側も同じように折ってもいいのですが、裏返した方がうまくいきます。裏も同じように中心から角のところを狙っております。そうしたら反対側をこんな風に折って、裏返してもう一度折ります。これできれいに十折りができました。今度は花の形を描きます。慣れると描かなくてもできるようになります。次におしべです。真ん中も少しだけ切っておきましょう。線に沿って切り取ります。切り取ったら折り目を伸ばしながらゆっくりと開いていきます。おしべの部分をハサミなどでカールさせます。折り曲げるだけでもいいです。切り取ってしまうとこんな形になります。次に土台になるお皿に色紙を貼ります。1枚目は斜めに貼ります。その上に黒い色紙を横向きに貼ります。これで準備ができました。花の真ん中になる黄色い色紙を1センチぐらいの丸に切っておきます。葉っぱは細長く切った緑色の色紙をこんな風に細長い葉っぱ型に切っていきます。
周りの飾りも作っておきましょう。色紙を折ったら縁の幅に合わせて切っていきます。丸でも四角でも三角でもいいので、つながった飾りを作りましょう。細長く切った茎も作っておきます。お皿の周りに糊をつけたら飾りを貼っていきます。曲げながら貼っていきましょう。キキョウの花を置く位置を決めます。次に茎を貼りますが、茎に糊をつけるときは、糊は動かさずに細い紙の方を引っ張ります。これを貼り付けて端を軽く引っ張ると切れます。中心部分はまず黄色い紙を貼って、そこに糊をつけて、キキョウの花を貼ります。そうすると真ん中が黄色に見えます。ここにバランスよく葉っぱを貼っていきます。これで出来上がりました。これは大小の桔梗を組み合わせたものです。中心は色紙を上から貼りました。こちらはグラデーションの色紙を使って、真ん中はコンテで、茎や葉っぱもコンテで描いています。